日本人の美徳ですよね国際社会では一ミリも通用しないですよねこれは日本人の良くないところです私の向かってジャップと言って後で後悔することになるんですよねこういう質問が来てますねスキージャンプのスーツ問題やスノーボードのヒラム平野歩夢選手の不可解ジャッジなどで他国に比べ日本チームは抗議を行わなすぎだと思うのですが そういった日本人の美徳的な部分ってスポーツだと不利になる気がするのですがどう思いますかはい私はおっしゃる通りだと思いますはい日本人の美徳ですよね本当は相手が悪いんだけど申し訳ないと言ってことを収めるとかねあるいは相手がものすごく悪いんだけどもちょっとだけ抗議してそれ以上抗議するのはみっともないと考える 和をもって尊しとすの日本社会の美徳ではあるんですが国際社会では一ミリも通用しないですよね、はい、抗議しないということは抗議すべき理由がないからだこれが国際社会の見方ですからね、はい、これはあの政治問題でも常につきまとっていますよね明確に抗議しないと誰も認めてくれないかつてはいわゆる従由軍安婦の 強制連行の問題、えー、ある日本人の弁護士はこれを性奴隷だったなんてとんでもない嘘を言いましてね国際社会で広めましたそんな人間がいたりあるいは朝日新聞はあ強制連行ををしししたたんんだとと言ってとんでもない誤報を世界中に撒き散らしました日本のリーディングペーパーという,の言うような言われるような新聞がそう書いてるんだから本当に違いないというふうに国際社会はまず思っちゃいますね。はい であれば、この人たちの百万倍のパワーでもって、これはとんでもない嘘なんだと。と真実はこうなんだということを言い続けなければ、国際社会は絶対に認めてくれないです。はい、スポーツでも一緒ですよね。はい。やっぱり抗議すべきところはきちんと抗議して、その抗議もルールに則っ,って抗議する。それぞれのスポーツではルールがありますからね。抗議する場合は、誰しか、誰誰しか抗議しちゃいけないとかね。 抗議できる時間はここだけだけとかそういうルールがよく決まっていますんでその範囲内でルールをあらかじめ頭に入れておいてルールの範囲内で目いっぱい抗議するこれは権利ですから、はい、それを行使して初めてそこはきちんと聞いてくれるそれでですね日本人の悪いとこで抗議したり議論したりするとあいつは喧嘩をふっかけてきたともう嫌なやつだあいつはと、えー、も,うもう付き合いたくないとかね あのもう二度と話したくないとかって言ってこう完全にに敬遠すすする人人人が結構日日本本のの中はは多いいででここれは日本人の良くないところです欧米人はそういった抗議とか議論になりきってますんでかなり強い抗議をしてもその10分後には平然とこう話をするみたいなね、うん、もう当たり前と自分の主張するのは当たり前っていう社会で生きてますからだからそういう人たちが相手であればやっぱり。 言うべきことはきちんと言って言い終わったらまたフレンドリーに話をするとそういうことが国際社会では認求められてますよねサンフランシスコに行った時に夜みんなで酒を飲んでいてですね、まあ、割と住宅街にあるバーーみたたいなところでででねカウンターで飲んでましたそしたら隣にいるアメリカ人らしき、まあ、白人ですねが私に「お前日本人か?」と英語で聞いてきて。 私もそのくらいの英語は何となく何個分かるんで、うん、そうだみたいな英語で返すそしたら向こうがですね私にうん日本人はウェールを食べるからけしからんということを言ってきたわけです最初ウェールの意味が分かんなかったんですね英語の力はあまりありませんからでも子どもの頃,頃から見ていた「太陽ホエールズ」のことがたまに思い浮かびまして「あホエールってクジラのことだ」と「あ この人はクジラを日本人が食べるからけしからんと言ってんだと思ってカッチーンときましてですねその瞬間にどう言ったかというとお前らはアメリカ大陸,に大陸にやってきてインディアンの土地を奪ってインディアンを何十万人も殺しただろう貴様とそれに比べてお前日本人は食文化だぞと伝統的なお前何を言ってんだと 日本の文化他国の文化を分かろうともしないで偉そうなことを言うんじゃない貴様ということをなんとか一生懸命英語で言いまして、えー、最後は議論はもちろん平行線でそ,いその人は最後店を出ていきまして私の向かって「ジャップと言ってこう「JAP」っていうのは日本人に対する軽蔑の言葉なんでしょで出ていきましたたそしたらですね私のとこっち側にいた。 やっぱりアメリカ人の白人の男性が私にポンポンと肩たたきまして「y o いやナ e スガイ」って言ってんで言われたかよくわかんないんですけど議論して相手は怒って帰っちゃいましたけど議論することについてナイスガイっていうちゃんと主張することを主張するとナイスガイっていうアメリカ人もいるんだなということがその時はわかりましたけどね。それはちょっと違う話ですけど とにかく質問者の方がおっしゃる通りやっぱり言言ううべきことは言うそれをしないと不利になるだけじゃなくて後後ででで悔すするるこことになるでしょうねこれが一番バカバカバカしいんです押すべきところを押さずに引っ込んでもう日本人の美徳だからこれ以上言うのやめようってって帰ってきてその後もずっとそれでいいんだと思い続けられるなら別に構わないんです。一番 馬鹿げてるのはその時はその場であいいですよもういいですよって言って引き下がったけれども後で後悔するこれ一番バカバカしいですからそんなことしちゃいけないですストレスが溜まるだけですから言うべきことは言ってストレスをきちっと解消して結果がどうなるかはまた別の問題ですから結果はどうなるかは神のみぞ知るってねそれわかんねんしょうがないことですやるべきことをやるというのは一番大事だと思いますねはい。 チャンネル登録・高評価していただけると励みになります。